こんにちは、アートオブザウォーチャンネルです。本日は歴史的名称をご紹介しようと思います。本日ご紹介する名称はジョージ・スミス・パットン・ジュニアです。彼はアメリカ合衆国の陸軍軍人で、第一次世界大戦と第二次世界大戦両方出兵しており、数々の戦闘を戦い抜き、アメリカ合衆国を勝利に導きました。アメリカ人が好きな将軍はパットンとカスターと言われており、両方とも極めて勇猛果敢で勇気のある将軍です。特にパットンはカリスマ性のある将軍で、エピソードに事欠かず部下を殴りつけて司令官を解任されていたりします。ただそれでも非常に人気があり、切手にもなっているし、記念の博物館も設立されています。それで生い立ちから見てみましょう。ジョージ・スミス・パットン・ジュニアは、1885年11月11日カリフォルニア州サンガブリエルに生まれた。祖父ジョージ・パットン・シニアは南北戦争における連合国陸軍・南軍の将校で、オペクオンの戦いで戦死している。生家は代々軍人の家系であり、パットンも幼い頃から軍人になることが夢であった。子供の頃からパットン中将を名乗っていたという。またアメリカ独立戦争で戦ったヒュー・マーサー准将の血も引き継いでおり、アメリカ合衆国設立当初から続いている由緒正しい軍人一家だった。子供の頃、パットンは読み書きを学ぶのに苦労しましたが、最終的にこれを克服し、普段の生活の中で熱心な読者であることが知られていました。古典的な軍事史、特にハンニバル、スキピオ・アフリカヌス、ジュリアス・シーザー、ジャンヌ・ダルク、ナポレオン・ボナパルト、などを愛読していたという。パットンは軍隊以外のキャリアを真剣に考えたことはなかった。彼はニューヨークのウェストポイントにある、米陸軍士官学校へ入学する。ウェストポイントでの最初の1年間で、パットンは学校に慣れました。しかし、彼の学業成績は非常に悪かったため、数学が失敗した後、落第、留年している。ちなみになのですが、アメリカ人が好きな将軍は主に二人挙げられます。一人はカスター、もう一人がパットンです。パットンは留年しているくらい成績が悪かったです。カスターは南北戦争の英雄ですが、士官学校で成績が一番悪い、ゴート、でした。なんとも言えませんね。彼はフェンシングチームと陸上競技に挑戦し、現代の五種競技に特化した。士官学校卒業後には、近代五種競技のアメリカ合衆国代表として、1912年のストックホルムオリンピックに参加。近代五種は伝統的にヨーロッパ勢が強く、5位という成績を残す。スポーツは抜群だった。またパットンを語る上で欠かせないのが、昔から輪廻転生、北欧神話の信仰者でもあった。これはパットンの一族を祖先までたどれば、スコットランド・アイルランド人系の移民だった。なので一見すると荒唐無稽なことをよく言っていたという。彼が自身をカルタゴのハンニバル将軍の再来であると主張したことを記している。他にもナポレオンと共に戦ったとも言い、ローマの軍団兵であったとも主張していた。またパットンはマグナカルタに署名した16人の男爵からの子孫であると言い出したりと、エピソードは事欠かない。これが全部本当だったとすると、パットンの功績は全生涯を合わせても足りないと思います。また騎兵用サーベルに関する研究を、騎兵ジャーナル、1913年3月号をはじめ軍の雑誌に寄稿しており、それが武器商の目に留まり、M1913 騎兵塔をデザインしている。これは1934年に騎兵用サーベルが廃止された時、米軍最後のサーベルとなっている。この人は本当にエピソードに事欠かない。パットンの最初のポストはイリノイ州フォートシェリダンの第15騎兵隊であり、彼は献身的と上司に印象付けた。1916年、中尉の時にテキサス騎兵第13連隊に配属され、パーシング准将の副官としてメキシコでのパンチョ・ビア討伐遠征に参加。これは、パンチョ・ビアを名乗り山賊を率いていたホセ・ドロテオ・アランゴ・アランブラという人物がメキシコにいた。このピリシャが革命・クーデーターに参加して、
一時メキシコシティを制圧した。その後クーデターに反対していたカランサと戦う。その後敗戦してゲリラ戦をしていた。アメリカはこのカランサを承認する。これに激怒したビラはカランサを承認したアメリカに抗議、1500人を率いて国境を越えニューメキシコ州コロンバスを襲撃。コロンバスの戦いアメリカ騎兵隊の駐屯場、攻撃し100頭の馬やラバを捕らえ、町を燃やし17人の市民を殺した。懲罰のための遠征部隊1万2000人をジョン・パーシング将軍の指揮下メキシコに派遣した。この時のパーシングの副官がジョージ・パットン中尉である。これがビラ討伐遠征の概要です。ジョージ S。パットン少佐がチワワ州のルビオ近くのサンミゲリート牧場を襲撃しました。パーシング補佐官であり、第二次世界大戦の将軍であるパットンは、イリスタ軍組織の重要な指導者であるフリオカルデナスの牧場に出くわした時、全く緊張感なく、メキシコ人からトウモロコシを購入しようとしていました。大物は雑魚より空腹を優先します。パットンは15人の兵士と軍用車で、アメリカで最初の自動車による軍事行動を主導し、カルデナスを殺害。パットンはその後、3人のメキシコ人を車のボンネットに縛り付け、パーシング将軍の本部に連れてった。しかしこの遠征は米軍とメキシコ政府軍の誤解による戦闘で失敗してしまう。この戦闘をカリサルの戦闘と呼ばれ、メキシコ軍は進軍途中のアメリカ合衆国軍に対し、引き返せと警告した。だが米軍はこれを拒絶し部隊に進軍を命じたため戦闘になった。最終的にはアメリカ合衆国軍が退却して戦闘は終了した。この後本格的な米国戦争になるのを恐れて米軍は撤退する。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に入り、パーシングが西部戦線のアメリカ遠征軍 AEF の指揮官に指名された後、パットンは彼のスタッフに加わる。そして西部戦線に配属される。この時フランスで、ルノー FT 軽戦車を運転しました。この時パットンは雷鳴に撃たれた。これからは戦車の時代と感じ、パットンは歩兵を支援するために戦車兵を訓練し、消極的な歩兵将校の間での受け入れを促進した。1918年8月、彼は米国第一暫定戦車旅団の責任者に任命された。アメリカ軍はパットンの軽戦車部隊を率いてサンミヒエルの戦いに挑む。それで破戦地を見てみましょう。場所はフランスのパリから東に行った場所で、あの激戦地ウェルダンの南側です。これが戦地です。この戦地は要所が3カ所あります。ムーズ川ほとりのサンミヒエル。イニェルト気候と、ドイツ軍は彼らに対抗する連合軍の攻撃方法について、多くの詳細を知っていました。スイスのある新聞は、準備弾幕の日付、時間、期間を発表してしまっていた。そのため兵力不足などからこの地域からの、避難命令は9月8日に出された。また連合軍攻撃前に激しい雨が降り道全体がぬかるんでおり、森林が多いこの地域は歩兵の前進速度の低下が考えられた。連合軍は南と西から攻撃して、南は気候島を目指してここを占拠した後イニェルで西から北連合軍と合流する予定でした。西の連合軍はそのままストレートにイニェルまで行軍する予定でした。つまりサンミヒエルを包囲する作戦でした。1918年9月12日にまず準備砲撃と支援爆撃が開始されここからサンミヒエルの戦いが始まる。この空爆は総数で1481機参加しており、アメリカ、フランス、イタリア、イギリスの連合爆撃だった。その後陸軍により南側からの攻撃でこのサンミヒエルの戦いが始まりました。パットンは南側の連合軍の右翼あたりに配置されてました。南側の攻勢はパットンが戦車に乗車して、歩兵の攻撃を支援しながら最前線で指揮したため、非常に順調に進行しました。続いて西から連合軍がイニェルを目指して進行してきます。こちらも比較的スムーズに進行が開始されました。南の連合軍は気候島を占拠してイニェルに向かいます。ここでも戦車と歩兵の連携した戦術で次々とドイツ軍の陣営を破っていきました。
翌日9月13日イエルニで南と西の連合軍は合流しました。これで完全にサンミヒエルは連合軍の中で孤立してしまった。9月15日サンミヒエルは降伏、連合軍の手に落ちました。この戦いは最初からドイツ軍が撤退しようとしており、勝つこと自体は簡単でした。しかしこの戦いは歴史的に非常に大きな意味を持ちました。まず初めて空爆からの戦車の機動戦が行われ、当時の戦車はまだ質が良くないので、第二次世界大戦のドイツ軍の電撃戦ほどの活躍はできませんでしたが、それでも第一次世界大戦で見られた塹壕戦とは全く違い、戦車で歩兵を支援して前進するという新しい戦術でした。また事前空爆も大規模なもので、野砲と違って機動力を持って陸上部隊の支援ができるので、それまでの戦闘を一変させる要素が多数ありました。またこの戦いで戦車の時代をパットンは革新しました。その後、パットンの旅団は9月26日のムーズ・アルゴンヌ攻勢で米軍を支援するために移動された。彼の第一次世界大戦は続く。いかがでしたでしょうか。本日はジョージ・パットン第一部をお送りいたしました。パットン将軍はパンチョ・ビア懲罰遠征で初陣を飾り、第一次世界大戦へと赴いていきました。そしてパットンはいち早く戦車の有用性に気がつき、サンミヒエルの戦いで実戦投入しました。この戦いで塹壕を突破するだけでなく、歩兵の前進支援を積極的に行える兵器だと証明しました。ただまだ陸軍の主役とまではなってないのですけれどもね。本日はここまでです。チャンネル登録と高評価をしていただきましたら励みになります。それでは違うテーマでお会いしましょう。